平成25年度高卒認定試験第2回現代社会大問2の解説を始めていきます大問2はここに書いている通り問1から問い6まであってちょっと長いのでまずこの動画では最初の問い1そして問い2を解説していきましょうそれでは早速問1を見ていきます文中の A、B に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものを次の1から4のうちから1つ選べと 文はこっちになるわけやねんけどこの A の方には見えざる手もしくは政府という言葉が入る B についてはフィスカルポリシーまたはフィランソロピーという言葉が入るとそれぞれこの文の中に当てはめていくやねまず A が入っている部分から見ると資本主義経済では多くの企業が分業のシステムを活用して商品の大量生産を行っています企業は自らの利益を追求しています そのような企業の行動は市場の混乱を招いてしまうかもしれませんしかしイギリスの経済学者アダム・スミスは何とかによって市場の秩序は保たれると考えたのでしたこれアダム・スミスさんといえばこっちらはね見えざる手ですなのでこれはなしだねでこの見えざる手って何かっていうとちょっと簡単にアダム・スミスさんの紹介もしときましょう ここに書いている通りアダム・スミスさんはイギリスの経済学者哲学者です国風論とか道徳感情論っていう有名な本を書いて今の経済学の本と前提になるような基礎になる部分を考えたのがこのアダム・スミスさんでしたでこのアダム・スミスさんの考えの中で一番よく知られているのがこの見えざる手というものやねなこれは具体的にどういうことかっていうと みんながみんないろんな会社があったとしてそういう会社が自由に自分の利益自分のお金儲けのために動いていたら市場って混乱してしまいそうやね市場の混乱を招いてしまうかもしれませんしかしそれに対してアダム・スミスさんが言ったことっていうのは市場っていうのはもっとちゃんとメカニズムが働いていて自然とそれぞれの企業が自分の利益を追求していけばこの見えざる手これは具体的に言うと何を言っているか 市場のの調整メカニズムのことですこの市場の調整メカニズムが働いて市場の秩序は保たれますよとそういうことを言ったわけねなので逆に言うとこれは全く逆の答えです政府とかが市場に入ってきて価格を決めたり何か規制をするんじゃなくて市場の自由に任せましょうよと言ったのがこのアダム・スミスという人なんです それでは次この B は何が入るかこのように企業は自らの利益を求めて活動を続けていますがもう一つの顔として社会貢献をするという一面も持ち合わせています企業の中には福祉活動ボランティア活動といった奉仕活動や資金援助などを行っているところもありこのような企業の社会貢献活動は何とかと呼ばれていますこれがフィスカルポリシーかフィランソロピーやな これはフィランソロピーやねこちょっとおかしいですなので答えは4番になりますえフィスカルポリシーっていうのがちょっと何かはよくわからんけどフィランソロピーっていうのはま企業に限らず慈善事業ま社会のためになる事業のことをフィランソロピーと言ったりまするんやねなので問1の答えは4になりますよとそれじゃあ続けて問いにも言ってしまいましょう問いに。 下線部分、企業に関連して次の生徒がまとめたレポート中の C、D に当てはまるものの組み合わせとして適切なものを下の1から4のうちから1つ選べと C については株主総会、取締役会のどっちかが入って D についてはちょっと長い言葉が入るね生徒がまとめたレポートというのを見てみましょうこれです、レポートです私は企業にはどのようなものがあるのかを調べてみました 企業は家計や政府と並ぶ経済主体の1つです。企業は大きく好企業と私企業に分けられ私企業はさらに個人企業と法人企業に分けられます法人企業で代表的なものに株式会社があります今日の株式会社では会社を所有するのは株主ですが日常の会社経営は最高意思決定機関である何とかによって選出された人たちが行う形態が多くなっています これは所有と経営の分離と呼ばれていますよとまずはここまでこの C を考えてみたいと思いますこの C を考えるためにはそもそもこれについてちょっと分かっとかなあかんわけね株式会社ですこれについては株式会社については他の回とかでもよく出てくるのでちょっと簡単に説明をしときましょうそもそも株式会社って何ですかっていうお話です 例えば、そやね、みんなが何か新しい商売をしようとか、新しいなんか商品を作ろうってなったとします。例えば、そやな、なんかすごい消しゴムを思いついたと。もうこの消しゴムを使えば何でも消せる。鉛筆はもちろん、ボールペンも消せるし、紙も消せる。すごい消しゴムやと。ま、そんなちょっとあるかないかは置いといてやで。消しゴムをちょっと作りました。スーパー消しゴムを作りますよ、と。 でもこのスーパー消しゴムアイディアだったり技術作る技術はあるんやけど作るお金がないんですちょっと私には作るお金がないんですよとどれくらいかかるかっていうと最低1000万円ぐらいは欲しいなと考えました実際こういうふうに商品であったり技術もしくは商売のアイデアを持っていてもこの元手となるお金がなかったら商売を始めることができないんやね このよういった問題というのはもちろん今に始まったことじゃなくてそういった経済の動きが始まった昔からありましたこういった問題に対してみんながみんな商売を始める人がお金を持っているわけではないのでこういった問題に対して昔の人は何を考えたかっていうとまずこの人はお金を集めに行くわけね要はお金の持ちの人に頼むわけです私はこういうスーパー消しゴムを作ります1000万円かけたらとりあえず作れるんやけど これで絶対5000万円ぐらいには儲かりますよとまそしたらこのお金を出した人たちも得をするのでお金を払ってくださいとちょっと冠家もつけとこうかこの人たちにお金を払ってくださいと言いに行ったわけねまそしたらこの人たち500万円出しますよとそれぞれが言ってくれました500万円出しますよとそしたらこの お願いに行った人やねんけど、この人は何をするかというと、ここで、ちょっとこれ、色変えておこうか、出てくるんです。何が出てくるかっていうと、株というものが出てきます。それぞれお金を預けてくれた人に対して、今はこれ、電子化されている、紙になってないませんやけど、株というものを発行します。これは要は、あなたは500万円分、私にお金を預けてくれましたねという、 証明になるんです。証明書になるんですね、そして逆にこの株を持っていることで例えば実際このスーパー消し物がたくさん売れて利益が得た場合にお金をこの出した人っていうのはお金をもらったりすることができるんやねそしてこの株を出したことによってお金を集めて作られた会社え、こっから株を集めて会社を作りましたよとこの会社のことを株式 会社と言うんですなので株式会社っていうのは会社を作るために何か新しいビジネス事業を始めるためにお金を集めるための一つの形態になってるわけね一つの形になってるわけです,すそれじゃあこの問題で出てきている話ちょっと見ていくと今日の株式会社では会社を所有するのは株主ってなっていますこれはちょっとびっくりかもしれません 社長さんがこの会社を持ってるとか社員のものやって思うかもしれんけど法律上この株式会社は誰のものかっていうとお金を出した人たちこの人たちのことを株主って言うんけどこの株式会社っていうのは,は株主のものなんです権利としてはねただじゃあこの人たちが株主になったからってこの株式会社の運営経営を この株主がやるかっていうとそうではないんやね結局最初にやりたいこの事業をスーパーキャッ消しゴムを作りたいって言ったのはこの人やねこの人たちはお金を出しただけですなのでこの人たちは株主としてこのやりたいと言った人実際に事業を経営する人を取締役として選びます取締役として選びますそして大体この取締役っていうのは複数人いるんやね そしてこの取締役が集まって取締役会というのを作るんです取締役っていうのは他にもいますよとまなのでみんな会社で一番偉い人って言うと社長をって思いつくと思うんやけど社長っていうのは実は正式名称じゃないことがほとんどでほとんどで、大体代表取締役社長ま略して社長とか取締役とか呼ばれることになっています その取締役っていうのはこの株主の人たちによって指名された人になるわけねそうやって見てあげるとこの文章の意味が分かってきます日常の会社経営は最高意思決定機関である何とかによって選出された人たちが行う形態が多くなっていますと株式会社っていうのは株主のもので最高意思決定機関っていうのはこの株主の集まりである 株主総会になってきます。あ株主の人たちが集まって「えっと俺たちお金出したんやからこういう会社にしてくれよこういう商品作ったらどうや」みたいな意見を言ったり逆にこの取締役の人たちが「今年はスーパーキャ消しゴム5万個売れました」とかっていう 報告をする場所ただしこの株主とか株主総会は日常の会社経営をするんではなくてこの株主総会によって選ばれた選出された人たちだねこれが取締役の人たちです社長さんとかだったりしますこの取締役の人たちが毎日の業務を行いますよとなのでここの C に当てはまるのは 日常の会社経営は最高決定機関である C によって選出された人たちが行うと言ってるので、ここは株主総会が入るんやね。会社の最高意思決定機関です。なので C が取締役会になっている2とか4は罰になりますよと。そしたら次この D 見てあげればいいやね。レポートの続きを見ていくと、 実際に私たちの多くが働く企業ではある事業の活動が行われる一定の場所がありますこの場所のことを事業所と言いますが事業所に関する次のような資料を見つけましたこの資料から D ということが分かりましたなので D についてはこのグラフを読み取って正しいことを考えればいいんですこの2つはもう消えてしまってるので消えてしまってるのでそれぞれ見ていくと 事業所数では個人企業が約4割を占めており、従業者数では個人企業は約1割である。えっと、こっちの左のグラフが事業所数になってて、こっちらが従業者数になってるんやね。で、個人については、こっちらが約4割、こっちらが約1割になってますよと。個人は41%。4割になってるんやね、たい。こっちら11%。だいたい1割になってるんやね。 これはどうやらこっちが合ってるので合ってるので1番が正解になりそうです一応3番も確認をしておくと事業所数では法人企業が約7割を占めており従業者数では法人企業は約5割である法人が7割5割になっていると7割5割になってると逆やね5割7割になっていますなのでやっぱりこの 3番はこっちがバツなので答えは1番問いにの答えは1番になりましたこの株式会社の仕組みについては毎年どこかでだいたい出てきているのでその基本的なところをしっかり理解しておくようにしてください